はい、こんにちは。今日も習慣化のお話です。刺激コントロールということで、悪習慣を根こそぎ排除しちゃいましょうというお話になっていきます。悪習慣にもいろいろあるんですよね。三大欲求、ね、食欲、性欲、睡眠欲というものもあれば、無意識にやってしまうものやついつい手を出してしまうものと、でこのついつい手を出してしまうものとか無意識にやってしまうものに関してはビジラントモニタリングっていう風に、2つ前の動画ですかね、で紹介した本当にやっていいのかっていう風に自問をするという悪習慣排除法というので紹介をしたことがあるんですけれども、それがまあかなり効果が高いという風に言われています。ところが肉体的な欲求はじめ三大欲求と呼ばれるものですね、例えば食事とか、それから夜の営みとか、それからまあ寝ちゃうこととかに、これに関しては抑えるとかえって反動が大きくなってしまうと言われてしまうんですね。だから食べたいのに食べずにいてしまうと、次の日にドカ食いをしてしまって、とんでもないカロリーを摂取してしまったりとか、ね、今日はなんかムラムラするけど我慢するってなったら、いわゆる性犯罪に走ってしまったりとかね、してしまうというようなことに、まあ要は悪い方向につながっていってしまいますんで、そうならないために、刺激コントロールっていうのも使っていきましょうというのが今日のテーマになります。で、刺激コントロールってのは一体何かっていうと、悪い癖を引き起こす原因がこれだっていうのが分かっていれば、もうそれ自体を根こそぎ遠ざけてしまうっていう方法です。近づかない、置かないっていうことですね。はい、お酒を飲みすぎるのであればお酒を買わないし、それから家に置かないと酒屋にも近づきません、居酒屋も行きませんと。それからファストフードを食べ過ぎてしまうのであれば、マクドナルドとかモスバーガーとかロッテリアにも近づかないというようなことです。で、シンプルに主役の根源から距離を取ってしまうっていうのが、今回の刺激コントロールになりますね。だからついつい男性の方なんかでも、夜の営み系をやりたいと思うのであれば、もうそもそもネットサーフィンをしないとか、ビデオ屋に近づかないとか、美女を見ないとかっていう風にしてしまうということです。そんなやり方なんですね。っていうのが刺激コントロールになってくるよというお話でした。ということで、ってなってしまうとあまりにも動画が短すぎるんで、悪習慣を断ち切っていくための方法というのを3つ紹介していきましたので、じゃあ使い分けはどうしたらいいんだと、ビジラントモニタリングが結局いいの、ディストラクションがいいの、それとも今日紹介してもらったコントロールがいいのっていうことなんですけど、これは物によって使い分けっていうのが大事ですよっていうことです。例えば喫煙とかみたいな依存レベルの高いもの、毎日この本数は吸わなくてやってらんないんだよなっていう風な依存レベルが高いものに関しては、これはビジラントモニタリングっていうのが効果的と。だから本当にやっていいのかっていうことを自問自答することによって、メリットデメリットを問い続けて、で、その結果、あ、これはやっぱりやらない方がいいんだっていう結論に持っていくという、そういうのが効果的だということです。ところが食欲、睡眠欲、性欲みたいな三大欲求に関しては刺激コントロールっていうのが一番効くんですよね。で、ちなみに誘惑から遠ざけるディストラクションというものですね。だから美女を見てしまうんだったら目をそらすとかっていうふうに紹介したディストラクションに関しては、ビジラントモニタリング、依存性の高い悪習慣と、それから人間の本能的に備わっている欲求の三大欲求に関しては、刺激コントロールっていうのが効果的だと言われているんですけど、ディストラクションはその中間ポイントにいるものですので、自分の直したい癖が果たして依存レベルの高いものなのか、三大欲求に伴うものなのかっていうのが分からない時に関しては、とりあえずディストラクションから始めてみるっていうのは結構ありなんじゃないかなっていうふうに思います。だからそれそのものっていうのをもう意識しないようにしてしまうという環境を整えてしまうっていうのは一番いいんではないかなというふうに言われています。ということですので、皆さんがあれやめたいな、これやめたいなって悪習慣ってどういったものがあるのかっていうのをあぶり出してもらった時に、それが果たして依存レベルの高いものなのか、三大欲求に基づくものなのかっていうのをあぶり出してみて、じゃあ依存レベル高いな、ビジラントモニタリング、それから三大欲求だな、刺激コントロール、どっちかわかんないな、ディストラクションっていうやり方で悪習慣を断ち切ってみていただけたらというふうに思います。今日はそんなお話でした。ということで、明日からは明日もあれか、ごめんなさい、明日もですね、悪習慣を断ち切っていく方法になっていきますんで、また次回もですね、ご覧いただけたらというふうに思います。ということで、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。
本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。